池村さんクラスでも反対されたんだ。そう、だからもう背中で示した。背中で示した。フランチャイズチャンネル。僕はあの3年前にフランチャイズに出会って人生変わったと思ってるんですよね。僕は25年前にフランチャイズに出会って人生変わりました。フランチャイズってすごいっすよね。すごいです。でもなんか世の中で誤解されてたり、まああとね、いろいろ投資とかが絡むんで悩むことも多いですよね。そうですね。なんでね、あの僕もこれからどんどんねフランチャイズ勉強していきたいと思うんで、ちょっとフランチャイズの専門家の竹村さんいろいろ教えてもらってもいいですか。はい。じゃあその名もフランチャイズ相談所。竹村さん、はい、フランチャイズ加盟奥様に反対されてます、うん、どうしたいですかと。でこれはまあさね、前回お話ししたように、はい、説得してもダメだ、熱くなって説得してもダメだし、喧嘩するのもダメで、もうこれはもう、ただそれで企業を諦めるっていうのもこれまたダメで、うん、まあ、淡々とこの企業に向けて準備をしているのを、ね、うん、こう伝えていくっていうことしかないですよと。でこれは本当にこの奥さんの了解を取るというね、うん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 、とこまで行くっていうのはなかなか難しいんです、うん、でも例えば政策金融公庫でも必ず聞かれるんですよ。ありましたね、その回が、うん、奥様は賛成してくれますか、うん、くれますかみたいな。でそこはだからそこで今揉めてますっていうんじゃやっぱり貸してくれないわけね。政策金融公庫で 話をするような段階ではもう奥さんも、まあ、最初は反対してましたが同意してくれましたというところにこう持っていかなきゃいけないね。でここでちょっと前回ねもう少し話をしたいっていうふうに言ったのは、はい、実はですねこれはもう僕も何百とねそういう例を見てきて、はい、その経験、うん、そこから言うんですけど、はい、これね始まると奥さん結構ね手伝ってくれて、お実は旦那よりもいい仕事したりするケースはね結構あるんだよね。なるほどね、うん、でこれはだそこを信じてほしいんですよね。この最初奥さんが反対してる時も、うん、まあ結果その後開業したらすごい奥さんが協力的で奥さんが力を発揮するんですよ結構、うん、でこれはやっぱり旦那の足りない部分っていうのも結構知ってるんでね、うん、奥さんがやっぱりこうフォローしてそれで二人三脚でうまくいくっていうケースがね結構多いんで、だそのだからそういう意味で勝手に進めないっていうことね、うん、なるほどね。なんかいろんな事例でね、まあ、いろんな人に相談をされてきたと思うんですけど、うん、そこでちゃんと進捗報告をしていったら反対してた奥さんが最後は協力してくれるようになっていい仕事をするっていう事例をたくさん見てきたってことですね、うん、それはこれはでも竹田塾でもあるじゃないですか結構ね、うん、奥さんが割とそうですね、まあ、北海道とかいや札幌港はなかなかいい感じですよね、うんうん、あれご夫婦でやっぱりいいバランスですごくいいと思うんですよね、うん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 、だからそういうことで言ったらもう本当ハウスクリーニングの FC とか、うんうんうん、もう奥さんと一緒にやるんだから、うん、まあ、コンビニもそうだしね、うん、だからそういうことでその奥さんが最初はやっぱり反対しても最終的には奥さんがすごい力になってくれるっていうケースを僕たくさん見てきたので、うん、なかなかいい話ですね。あとは本部としては奥様が反対したぐらいで、加盟しないようだったらなんか、まあ、そこまでの男だったなっていう感じだから、まあ、一つのなんかなんていうんですかね、ハードルとしてあってもらった方がいいような気がしますね。そうですね、うんうん、まああった方がいいですね、うん、でそれでなんかちゃんと誠実に説明して協力を取り付けるような人じゃないとやっぱりフランチャイズってのは加盟した後もなんかみんなとうまくやっていけないんじゃないかななんていう気がしますね、うん、そうですね。いや竹村さんが独立する時とかは全然大丈夫だったんですか。いや僕でもやっぱり反対するわけですよ。お竹村家で反対するというか、うん、まあ、うん、反対したねやっぱり。へえ、うん、だってね
めっちゃフランチャイズに関わる仕事してたわけじゃないですか、うん、どんどん独立とか進めるような仕事なわけじゃないですか、うん、であれですよね、奥さんも同じ会社だったんですよね、うん、もっとね、ねって人だったらさ、そんな人が反対するなんてさ、人に今まで進めてたんだろうって話じゃないですか、本当ね、でもね説得できないわけよやっぱそれは給料50万とかね、ええ、そっちの方がいいんじゃない、何を言ってるんだって言いたくなるんだけれども、ええ、もうやっぱりできないわ。竹村さんクラスでも反対されたんだ。そう、だからもう背中で示した、背中で示した今大丈夫、今は大丈夫ね、協力してくれてね、うん、ああやばね、やっぱそうなんですね、うん、本当やっぱ生き物が違うの。よし、じゃあ今回結論としてはもう説得は無理、背中で示す、ただ最後は協力してくれるらしいです。そう、ね、それを信じる、ね、頑張っていきましょう。今回は以上です。